さらでございいます上司が教えてくれない営業のコツ今日は反応が薄い相手への営業提案を真剣に聞いてもらう魔法の営業トークということで長いんですけど、えー、と反応が薄い相手って言いますよねあの商談始めてなんでこの人はア,ポのよアポくれたんだろうみたいな人っているわけですよ私も経験あるんですけど暇なのかなみたいな形で全然真剣に話を聞いてくれない人がいてですね で、その時にどうすればとりあえず真剣に話聞いてもらえるかなと。 なので、その相手がですよこっちが一生懸命話しているにもかかわらずなんかずっと資料を見てるとか、人によってもなんかスマホいじってるとかですね、えー、とパソコン持って打ち合わせしてる人なんか絶対こいつの人メール返してんだろうみたいな人に対していかにちゃんとこっちを向いてもらってこっちの話を真剣に聞いてもらうかっていうところがこれ営業でもすごく大事なポイントで買うか買わないかの手前でまず真剣に話聞いてもらえないと話進まないわけですよ。 なので、まずは話を聞く土俵に相手をちゃんと上,げ上がってもらうっていうのはすごく大事で、なので、このタイミングで、まずお客さんにやらなきゃいけないことっていう、反応が薄い相手に対してやらなきゃいけないことっていうのは、いかに買ってもらうかどうこうんって前で、いかにちゃんと話を聞かせるかどうかなんですよね。で、そのために私がやってる営業トークっていうのが、もうこの人、見込みはないなとか、反応、明らかに薄いよなということが分かっている相手には、こんなトークをしてるんですよ。 えと実例ですね、えーと、買うか買わないかは一回考えていただかなくてよいので、私の提案に点数をつけていただけませんか。 というトークをしてます。っていうと、要はあのその手前でですね、ちょっと営業としてもっと成長していきたいのでとかあの、もっと今提案のスキルですとか、プレゼン力を上げていきたいと思うので、まるまるさんで全然関係ないかもしれないんですけど、せっかくいただいたご縁ですし、まるさん、なんかすごく人を見る目がありそうなので、ぜひちょっといろいろアドバイスいただきたいんですっていうようなことを言うとですね、相手側も無限にやっぱりしづらいんですよ。 であこの人私のこと信頼してくれてるんだなとか頼りにしてくれてるんだなと思うと、まあ、人間はそうやって期待,に期待されたことをしたくなし,してしまう性質があるのであの動いてくれる確率っていうのが上がるんですよね。なのでお客さん自身にそういうふうにしてほしいという期待をぶつけることこれがすごく重要ということですね。 でこれはですねピグマリオン効果と呼ばれているものでこれ教育心理学で言われている言葉なんですけども、えっと、期待された生徒と期待されてない生徒でどっちの方が成績が伸びたかっていう研究があってですねで まあ結果としては他人から期待されていることによって学習作業の成果が上がったっていう研究結果が出ていると。なので、まあ相手側からすればですよ、突然なんか期待されてしまったと。なんか自分のことを頼られている、まあイコール期待されているっていうふうに思うと、まあ、真剣に話を聞いてくれる確率っていうのがちゃんと上がると。 ということですねで。ちゃんと聞いてもらえれば受注確率も当然上がっていくので今もし反応が悪いなとかちゃんと話聞いてもらえてないなと思う場合でいけば自分の提案に点数をつけてくださいってお願いをするんですよ。 であなただからっていう理由をつければよりよくて、そうすることによって、自分はあなたに期待をしていると、何を期待しているのか、私の話を聞いてフィードバックをしてくれるということに対して期待をしていると、でなぜならあなたはすごそうだから、素敵そうだからっていうような理由をつけてあげれば、相手はまず点数をつけるためにちゃんと話を聞いてくれる状況が作れるということですね。 で、そうやって話を聞いていくうちにフィードバックをもらいながらあじゃあここをもっとこういうふうに伝えればよかったですかねとかあのフィードバックをもらったときにです、ね、ここちょっと分かりづらかったよって言われたらありがとうございますちょっとそこじゃもう少し詳しく説明させていただくとみたいな形で会話を重ねていくと自然と相手側もこれですねまたあの人間面白いんですけどそうやってフィードバックをしているとなんか自分 ここの人の人ため何かやってあげてるっててて、あげるれ認知的不協和が起こるんですよ。認知的不協和が面白くて教えてあげてる状況がそこで生まれるわけですよね。で教えてあげるっていうことは相手のために何かをしてあげている,るのにこの人のことを私は嫌いっていう心理でギャップが起きているわけですよ。要は普通だったら好きだから応援したいから助けてあげるわけなのに嫌いないのに応援している自分っておかしくないかって人間心理が働くんです。それが認知的不協和なんですけどそれを人間は解消しようとするんですよ。 なので、教えているうちに、だんだんその人のことが好きになったり、応援したくなるっていう心理が働くんですね。それが重なっていくと、結果として、認知的不協和の解消が起こって、その人のこと好きになって応援したくなって、結果受注につながる確率も上がってくるっていう、まあ、そんな実は裏仕掛けのあるトークなんですけど、要は、そこでピグマリオン効果で、まず相手にちゃんと教えてくれる、まあ、ちゃんと教えるために話を聞いてくれるという状況を作ると。 で、教えてくださいっていうスタンスでもお願いをしているので、フィードバック当然もらえますよねで。フィードバックもくれるということは、相手側からすれば何か教えてるっていう状況なので、教えることによって相手に対して興味が持って好きだっていう感情が生まれてくる。これが認知的不の用な解消が起こるというトークをしていくと、最終的には全然反応がなかったお客さんが、 買いたいっってていいいいう気持ちに移くくとまあこれすごくいいパターンのね、いい流れなんですけど、けどそういうふうに相手のシーンでもしっかり活用しながらアプローチをしていくと、実は相手の反応っていうのは全然変えることができるということを感じていただけたら嬉しいなと思っております。はい、今回はピグマリオン効果と認知的不協和の解消を使うと、実はちゃんと話を聞いていく反応が薄い相手でも最終的にもしかしたら受注になるかもという魔法の営業トークをご紹介させていただきました。本日は以上です。営業チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。